皆さんこんこにちは人生100年時代生き方改革提唱者のマダホーです私たちは100歳まで生きて多分80歳まで現役でバリバリと働く世代となりますそのためにも今から人生設計をやり直しましょうで80歳までバリバリ現役で働き100歳まで幸せで充実した人生を過ごすために必要なことは 私は健康だと思いますまあいろいろな、えー、価値観があるんですけれども私はまず3つ大切なものを言っているんですねそれは健康と愛情とお金のバランスが取れていることあ、ゆうこさんおはようございますいつも聞いてくださってありがとうございますで、その中でも一つだけに絞れと言われたら私は多分健康が一番大事だとあげますなぜならば健康であれば お金がなくっても、健康であれば働きに行って、お金を稼ぐことができます。また、健康であれば、いろいろなところに出かけていって、新しい出会い、新しい友情、新しい愛が芽生える可能性もあるからです。しんじさんもこんにちは。そういったことで、私は健康で、もともと私の場合は、 障害を持って生まれましてで今では完治していますので子どもの時から親には大きくなっったたらら社会に恩返しをししをろと言てて育てられましたでそのために私は日本でまだリハビリという言葉がない時代にアメリカに、えー、たった一人で留学をしてアメリカでリハビリを収めました。でその後やはり、えー 行政まあ医療行政とかにも興味がありまた病院経営なども興味があったのでその後は UCLA の公衆衛生学教室で医療行政病院経営また疫学などを勉強したわけなんですね。でこのリハビリと公衆衛生学の両方を学んだ専門家の私が言うのもんなんですが一番大事なことは予防です。まずはは予防そして私の理論は 病気ととと貧乏は予防でできるということなんですね皆さんが一度病気になってしまうとどんな名医にかかってもどんなリハビリの専門家にかかっても多分100の機能回復は望めないいと思いますでそれよりもまず病気を予防するで皆さんご存知の有名なトーマス・エジソントーマス・エジソンの名言こういうのがあるのご存知ですか トーマス・エジソンは昔昔の人なんですがこういうように彼は未来を予測しましたトーマス・エジソンが予測した言葉未来の医者は手術や薬ではなく食事や生活習慣で病気を治すだろうこのようにあの発明王のトーマス・エジソンは未来を予測したんですねですけど今の私たちどうでしょう あのトーマスエジソンの時代から、もう led 電球なんてものよりも led ライトもあるわけですよね。それでもこれだけ医学が発達してだけど、病気は治らない。疾病率は治らなくならないんですよね。そしてまたがんになる方が非常に多くってある。 一説では今中国は大気汚染環境汚染があるために今の中国の若者たちがこれから今後予測されるのは彼らの五人のうち三人はがんにかかるだろうというようなことを聞いたことがありますまた今日本人も多分がんで死ぬ人が一番多いのではないかと思うわけですねそこでもって私のずっと疑問に思っていることはなぜ がんになった人特に一度がんになって手術をするともう病気にこりごり健康のありがたみを分かって彼らは二度と再発しないようににに健康にものすすごく気をつけけるわけですね特に食事療法それなのになぜあの人たちはまたがんが再発してあっけなく死んでいくのか去年も、まあ、有名なテレビタレントの人が。 あの癌を再発して亡くなったりしましたよねでも彼女なんかも再発する前にはすごく健康に気をつけたと思うんですにもかかわらずなぜ再発して死んでしまったのかそれがこの公衆衛生学その疫学的に私はすごく疑問だったんですがやっと私の疑問に答えてくれる本がありました これれがそれです。まあ、英語があのオリジナルなんですけれども日本語では食のパラドックス食のパラドックスというのが今年2018年6月20日に日本でも日本語版が出ましたアメリカではもうちょっと前からこれが出てるんですがでここの書いた先生というのがガンドリー先生医学博士です,医学博士ですまた世界的に有名な心臓外科医の先生で心臓移植 特に小児科での心臓移植はこの先生の右に出る先生がいないという方なんですけれどもでこの先生がやはりトーマス・エジソンの言葉と同じように約12年前にこの社会的権威でである心心臓臓移植などの心臓外科医をやめたんですねで何をなさったかっていうとロサンゼルスの今ビバリーヒルズとうんどこかな ファームスプリングスかどこかに診療所を開設なさって、食事療法で患者を助けることをなさっています。で、その先生のケーススタディなど書いたのがこちらです。実はこれの前に英語本でこちらが出てるんですね。で、こちらが出ていて、その後多くのケーススタディなども含んで、この食のパラドックスというのが近年出たわけなんですけれども、 ですから今日は簡単にこのレクチンフリーとはなんぞやっていうことをまず簡単にご説明したいと思います。今ちょっと前置きが長くなったんですが、皆さん今までグルテンフリーとか聞いたことありますよね。それでこの先生がおっしゃるのには、グルテンというのはこのレクチンというまあ植物の毒性、体に良くない植物性タンパク質がレクチン。 その中の一つがグルテンなんだそうですですからグルテンフリーダイ,ダイエットというかグルテンフリー食事療法をやっても体の具合が悪い人っていうのは多分グルテンっていうものだけじゃなくってそれ以外のレクチンに体が反応しているということかもしれませんそれで私がこの本と出会ったのは全くの偶然なんですね 今年2018年の4月上旬日本からお花見をして帰ってきたんですけれどもやはり日本は美味しいものがたくさんあるので私の人生で一番太って帰ってて帰きましたそれでどういうダイエットをして元に戻そうかと思っていた時に本当に偶然なんですがなぜかこの先生の E メールが私のメールに来たんですね。ここれを読んで私はすごくのの先生の理論にあの まあ同意をして賛同をして早速このダイエットをしましたそうするともちろん個人差があるんですけれども私はわずか2週間で約約ポンド、まあ、約2キロ寄せたんですねそれも筋トレとか何もしなくてそしてまたよくダイエットにつきものの空腹感もありませんでしたでそういった意味でこの本をじっくりと読んでやってるんですけれども今が 4月に始めましたから4月5月6月7月約4ヶ月未満になりますけれども本当に今までで体験したことがないぐらい体が健康健康がよみがえってきたという感じがします。で今日はまず簡単なこのレクチンフリーについてということなのでまず簡単に今日はご説明しますね。本当に簡単だったんですよ。 そのの週間私が守ったこと次の4つですまず1つ目炭水化物は一切やめるもう炭水化物は一切やめるご飯もパンも麺類パスタ類そういったものじゃがいもとうもろこしさつまいもそういったものとにかく全部食べないタンパク質をたあ炭水化物を食べない2番目豆,豆を食べない豆を一切食べない だから豆、今夏だと枝豆とビールですけど枝豆も食べないそれから、えー、なんか金時豆とかインゲン豆とかさやえんどうとか、えー、あと豆なんかありますよねいろんな豆とら豆黒豆小豆,小豆ああいう豆類を一切食べない3番目、ま、豆なんですけれども大豆そして大豆製品一切食べない大豆 だからこれが意外だったんですけれどもお豆腐湯葉、まあ、豆腐製品ですよねああいうのって体にいいと思うじゃないですかダメなんです大豆製品で豆乳豆乳も体にいいと思うんですが豆乳もダメあの大豆製品で唯一いいのは納豆と味噌この発酵させていればいいんですけれどもそれ以外はダメなんですねだから大豆製品一切ダメ。それと4番目 これはあの野菜とかななんんですけれどもなんか野菜って私は昼間太陽をさんさんと浴びて太るのが野菜だと思っていたら中には夜太る大きくなる野菜があるらしくてそれは駄目ということでしたすなわちトマトキュウリナスビウリトマトなんて体にいいと思って食べますよね。 でも実はトマトは体に悪いそのレクチンを多く含んでいてあえてトマトを食べるのであれば特別な調理法をしなければいけないということだったんですねもう一度繰り返しますねまず炭水化物だから体にいいと思っている玄米麦パンなんかああいうのが全部ダメなんですよ炭水化物ダメ豆豆類ダメそれから 大豆食品もうお豆腐豆乳なんか油揚げああいうもの一切ダメです。そして4番目その夜に育つ野菜ということでトマトきゅうりなすびうり。キュウリナスビウリ そういういいいものを食べちゃいけないまずはこの4種類の項目これだけ守ってみてください、まあ、もちろんあとはまあ常識的なことなんですが甘いものですよねお砂糖類はちょっとやめときましょうということなんですで食べていいものこれがいっぱいあるんですよ食べていいものはありとあらゆるたんぱく質ですから動物性たんぱく質も OK 植物性ん 植物性タンパク質あっ植物性たんぱく質これが意外だったんですが例えばサラダ菜サニーレタス知ってましたああいうものに植物性たんぱく質があるんですって私は植物性たんぱく質って言うとすぐに大豆畑のお肉お豆腐とかと思ってたんですがああいう大豆製品は一応今回は一切やめておいて。そのサラダナとか ああいうあのレタスああいったものにタンパク質があるでへえと思いましたらこの先生が書いていらっしゃるのは皆さんご存知のお動物のゴリラゴリラっていうのはあれ菜食主義者なんですねゴリラは本当に葉っぱばっかり食べてるんだけどゴリラの体ってなんか九十パーセント筋肉質なんだそうです。 一方私たち人間はなんか動物性あ植物性タンパク質だといって大豆なんかバクバク食べてて実はは大豆っていいうのの太ららすすものらしいんですねだから私たちの方はそのゴリラさんに比べて筋肉が割合がすごく少ないわけですね。まあ、そういった意味でその植物を食べるこの特に葉っぱ類のお野菜。 さっき言いましたけどなんか小松菜とかキャベツ白菜とかセロリとかそのとにかくナスビ、トマトきゅうりウリ以外のもののお野菜をたくさん食べるそして卵卵卵も OK それからそのビーフお肉ですよね牛肉豚肉鶏肉あと魚介類魚エビあの甲殻類っていうんですかエビとかカニとか。 あ、あいうものもロブスターとかアワビ貝類ですよね。ああいうのもオッケーということなんですよ。そうするとまあ誤解があるんですが、炭水化物食べなかったらお腹空くんじゃないか、お腹がひもじく感じるんじゃないかと思いますよね。私も思ったんですよ。炭水化物食べないと絶対ひもじい。そうすると多分炭水化物が恋しい。炭水化物がないとというのは5日ぐらいでした。 もう1週間経つと炭水化物なくても平気になっちゃうんですねそれでこのレクチンフリー食事療法の素晴らしいことは今こう言った炭水化物食べない豆食べない大豆製品食べないそれからこのナスビとかトマトきゅうり食べないってやってると不思議と空腹感感じないんです。 やっぱり食事療法で辛いのはお腹が空いてグーグーグー,グーなんて辛いですよね。ところが空腹感を感じない。これはこの先生によると今言った食品を食べなければ、そのレクチンっていうのは体に悪い。植物性タンパク質。このレクチンさえ取らなければ、脳は正常に働いてはい。胃がいっぱいです。 ちゃんとあの脳にシグナルが行ってはい満足ですでは食べなくてよろしい食べるのやめましょうっていうこういう正常なシグナルの伝達ができるるようになる私たちがガボ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 まるで豚のように食べても食べてもお腹が空いてたっていうのは実はレクチンのせいだったんですねそれでやっぱり炭水化物にはレクチンがたっぷり入っている果物にもレクチンがたっぷり入っている。 で私たちが体にいいと思っていた玄米大麦若葉ああいうものって体にいいと思ったもの全てが実は体に悪かっただから一度がんになった人がよく再発して死んでいるでその人たちの食事を見ていると大抵皆さん健康だと思って玄米を食べていた麦パンを食べていた。 ああいうことですよね体に悪いそれからキュウリを食べていたトマトがリコピンだとか言ってトマトを食べていたさっきも言ったようにトマトは食べ方を気をつけなきゃいけない食品なんですけどもですから普通にトマトとかなすビキュウリバリバリ食べていたらやっぱり体に悪いレクチンをどん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 とって結局健康を害していたというのがこの先生でした。まあ、今日はは簡単にまずレクチンフリーとは何ぞや とということでレクチンというのは体に悪い植物性たんぱく質でその一つがグルテンだからグルテンフリーでまだ健康がすっきりしない方っていうのはレクチンそのもの全体をやっぱりとら,らなく摂取しないようにしないとグルテンっていうのはレクチンの一つであるということですね。 うん、お腹がすくのはレクチンの影響だったそうなんですよんじさんですから一度今言ったこの4種類のものをまずやめてみてください多分ね2週間でもう炭水化物のないのにへっちゃらになって1ヶ月もすると本当に空腹感じなくてそれでいてすごく元気になるんですねままたたこの続きは明日お伝えしいいと思いますでは今日は皆さんここまでですごきげんようさようなら